金太郎。むかしむかし、足柄山に金太郎という優しく力の強い男の子がいました。金太郎は小さい頃から力持ちで、いつも山の中で動物たちと遊んでいました。ある日、力比べをしていた時に一番強い熊と相撲を取ることになりました。はっけよーい、残った。それドッターン。なんと金太郎は熊も投げ飛ばしてしまいました。綱引きをしても金太郎にかなう相手は誰もいません。そんなある日、金太郎に動物たちは森の中の果物を取りに行こうと誘いました。よし、行こうか。金太郎はマサカリを担いで動物たちと元気よく出かけました。しばらく行くと、あれ、橋が落ちてる。崖にやってきた金太郎たちは困ってしまいました。よし、見てろ。金太郎がえいっとマサカリを振ると、木を倒して橋にしてしまいました。そんな金太郎の噂を聞きつけた都の武士が、金太郎を訪ねて足柄山までやってきました。あなたの力の強さには驚いた。きっと立派な武士になれるでしょう。どうかね、私と一緒に都へ来ないか。と都の武士に言われた金太郎は、武士になるために都へ行くことに決めました。僕は都で立派な武士になります。金太郎はそう母親に告げると、足柄山の動物たちにお別れを言い、都へ行きました。そして心優しく立派な武士になった金太郎は、お母さんを都に招いて親孝行して暮らしましたとさ。おしまい。